とにかく1日も早くやってた方向けにダイエット1週間目に配布してます。13万人の方が登録してくれてる無料の公式 LINE、 無料の友達追加していただくとダイエット1週間メニューが全身バージョン、足痩せバージョン、お腹痩せバージョン、二の腕背中痩せバージョン、ふくらはぎ痩せバージョン全部もらえます。さらにダイエット習慣化のためのカレンダー、痩せない原因や早く痩せるための方法がわかるズボラストレッチ無料の教科書、すべて無料でプレゼントします。概要欄固定コメントに貼ってある無料の公式 LINE のリンクをクリックして友達追加すればすべて無料でもらえます。ベストマイナス10センチ以上が3人出ました。たった1回でウエストマイナス5センチはたくさんいます。でも私はウエスト細くならないんだけどっていう人の典型は腰肉、浮き輪肉が邪魔してます。メジャーをお持ちの方はおへそのあたりでビフォーアフター計測してみましょう。上向きに寝てスマホ持ちながらやっていきましょう。まずは片足ずつグッと上げていきます。前ももをお腹に近づけるイメージです。しっかり高く足上げることでお腹に効いてきます。スピードは重要じゃないです。普段動かさない範囲までしっかり上げ切ってお腹を使いましょう。ふぅ、ぐっと上げ切る。頑張って。呼吸を止めないで、ゆっくりでいいですよ。しっかり上げ切って、お腹意識して、最後まで頑張ったら、ウエスト細くなるので、乾燥しましょう。呼吸を止めないで、しっかり上げ切って、よし、OK。そしたら次、膝曲げたまま、足をぐっと持ち上げます。で、この状態で、お尻をぐっと浮かせるイメージです。ふぅ、お腹下っ腹効いてますか？ふぅ、お腹使うとこうやってお尻が浮いてくるはずです。どうしてもお尻が浮かないよって方はちょっと手でこうやってずるしてもいいです。手でずるしてもいいのでお尻が浮くぐらいまで上げるとよりねお腹下っ腹効いてきます。頑張りましょう。ふぅ、呼吸止めないようにしましょう。きつい。ふぅ、間々にちゃんと休憩の種目があるので安心してください。 OK。そしたら次は左足を右こんな感じでねじります。ねじってこの腰、背中、お尻あたり伸びてる状態で深呼吸します。できる限りこの左肩は床に近づけておくと腰、背中伸びてきます。ただね、腰に痛みがあるよって方は無理しない範囲で OK です。呼吸止めないようにしましょう。リラックスリラックス、 OK。 そしたら次逆足です。右足を左にねじります。こんな感じです。しっかりねじってなるべく右肩は床につけておく。お尻、腰、背中あたり伸びてれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。こう基本的に、腰肉とか浮き輪肉気になる方、この脇腹をね、結構鍛えようとする方が多いんですが、もちろん鍛えること、使うことも大切ですが、そもそも柔軟性不足で肉がついている可能性もあるので、しっかりこうやってね、ストレッチもやっていきましょう。OK。そしたら上向きになりましょう。膝曲げたままで大丈夫です。大きく深呼吸してお腹膨らませましょう。限界までお腹を膨らませたら、ゆっくり口から吐く。吐きながらお腹へこませる。吐いて吐いて吐いて、吐きながらお腹へこませて、お腹触って硬くなってるも OK。 ふー、よし、もう一回吸って、吸って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 、限界まで大きくお腹膨らませて、ゆっくり吐いて。この深呼吸はね、僕と同じタイミングじゃなくてもいいです。自分のペースでも大丈夫です。しっかり吐き切ってお腹硬くする。ふー、よし、 OK。 したら次もう一回左足右にねじります。このままですね、大きく股関節回していきましょう。こんな感じです。ゆっくり大きく、普段動かさない範囲で回す。ポイントはしっかり高く上げること。高く上げることで脇腹めちゃめちゃ使います。呼吸は止めないで、さらに余裕があれば左肩なるべく床につけておきましょう。ただあんまり無理するとね、腰痛めちゃってもあれなんで、無理ない範囲です。ただなるべく大きく回す。オッケー。次逆いきます。右足を左、こっちにねじります。この状態で股関節大きく回しましょう。で、股関節、腰がねゴリゴリなるよって方、痛みがなければそのまま大きく回して OK です。痛みがある方はゆっくり小さく、痛みない範囲で回しましょう。痛みない方は大きく回す。
だけど呼吸は止めない。しっかり足なるべく高く上げると脇腹効いてきますよ。この次の種目から横向きになります。右向きに横向きです。スマホ持ったまま右向きに横向きになりましょう。スマホはこんな感じで床に置いておきましょう。膝は90度に曲げて膝と膝離す。離す。このお尻の横使ってる感覚があれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。しっかりお尻意識して、これもねスピード全く重要じゃないです。普段動かさない範囲までしっかりグッと開く。骨盤は固定しておいて開く。お尻意識する。しっかり開く。呼吸は止めないで、ラスト1回。よっしゃ、 OK。 そしたら次、左手を後頭部当てます。で、肘と膝タッチ、肘と膝タッチ。ふう、頑張って。この下の右足はねこうやって前に出しておくと体が安定します。ふう、左肘と左膝タッチ。ふう、しっかりタッチするとき脇腹意識できるといいと思います。ふう、呼吸はね止めないようにしましょう。ふう、頑張って頑張って。ふう、しっかり最後までサボらないで。ふう、頑張って。よし、オッケー。ふう、そしたら足はこんな感じで曲げておいて、左手は後頭部へ、胸を開いて逆に肘を床につける。胸を開いて肘を床につける。こんなに動かないよって方、自分の動く範囲で OK です。普段動かさない範囲までしっかり胸を開く。肘を床に近づける。この胸をグッと開くときに、この胸の筋肉がグーッと伸びるなーってぐらいまで開けるといいです。大きく動かす。呼吸を止めない。頑張って。よし、 OK。 そしたらこのまま右足ちょっと前に出しておいて、左股関節大きく外回ししていきましょう。大きく外回しです。これもしっかり高く上げることでお腹脇腹効いてきますよ。皆さんついてきてますか？さっきねサボらないでって反射的に言っちゃったんですけど、サボってもいいですよ。サボってもいいし、再生速度調整してね、自分のやりやすい速度にしてもいいし、もしくは動画途中で一回止めてちょっと休憩してもいいです。自分のねやりやすいペース探しましょう。もしくはちょっとおすすめなのはね、最後の10秒だけサボるっていうのは結構僕個人的におすすめです。 OK。 そしたらさっきの肘と膝タッチ、もうちょっと強めにいきます。右足は前に出しておいて、左手万歳して肘と膝タッチ。左手と左足伸ばす。肘と膝タッチ。なるべく大きく動かす。遠くまで手と足伸ばしてからタッチ。脇腹ストレッチ。脇腹使う。大きく動かしますよ。これスピード勝負じゃないですからね。普段動かさない範囲まで手と足伸ばして、脇腹伸ばしてから肘と膝タッチ。しっかり伸ばしてタッチ。呼吸は止めないようにしましょう。よし、 OK。 そしたらこんな感じで膝曲げてて大丈夫です。このままドローインしましょう。鼻から息吸って限界までお腹膨らませて、お腹膨らませたらゆっくり吐いて、口から吐いて、ちょっとねわざと猫背作る、腰を丸めるイメージで息を吐く。お腹触って硬くなってれば OK。 OK。 もう一回深呼吸。大きく限界までお腹膨らませて、ゆっくり口から吐いて、吐いて吐いて吐いて、お腹へこませて腹筋固くして、腰丸めて、息吐いて息吐いて、OK。 そしたら右足こうやって前に出しておいて、次股関節内回しです。これも大きく動かすことで脇腹腹筋効いてきます。で、股関節ゴリゴリなる方、痛みなければ OK です。痛みがある方はゆっくり小さく痛みない範囲で回しましょう。で、もしね股関節ゴリゴリになるのがどうしても気になるよって方は、股関節ゴリゴリなる方向け専用の動画出してますので概要欄貼っておきます。呼吸止めないようにしましょう。ゆっくりでいいからなるべく大きく、普段動かさない範囲で回しましょう。ラスト1回。 OK。 そしたら足はこんな感じ、膝曲げて楽にしといて二の腕やっていきます。ふう、くるくるねじる。ふう、
頑張って。なるべく手のひらからこうね、腕をしっかりねじるイメージ、内外に。普段動かさない範囲でねじる。この二の腕とかこの力こぶの上腕二頭筋伸び縮みする感じあれば OK です。結局部分痩せって難しいから、なるべくね全身動かすのが理想なので、こうやって二の腕もお腹周りの動画にね入れるようにしてます。 OK。 そしたら右足前に出しましょう。その状態で左足真上に上げる。なるべく高く上げる。このお尻の横を使うんですが、高く上げることで脇腹も効いてきます。いまいち脇腹効かないけど効かせたいよって人は、こんな感じで上半身を起こしてはどうでしょう。脇腹効いてきます。こうやって手と肘ついて上半身起こしてやると脇腹直撃です。もちろんこうやって寝たままでも十分脇腹効いてきます。でこの次の種目から逆向きです。スマホは持って寝返りを打ちましょう。逆向きになりますよ。 OK。 じゃあ逆向きになりましょう。スマホは床に置いておきましょう。膝90度に曲げておいて、お尻の横使って膝と膝離す。呼吸はね止めないようにしましょう。しっかりお尻意識して、こうお尻触ってね、動いてるな、力入ってるなって感覚があればそれで OK です。呼吸だけ止めない、慌てなくていいからしっかりお尻意識する。もちろん外もも前もも多少使ってもいいんですが、メインはこのお尻の横ってイメージです。ラスト1回上げますよ。しっかりお尻意識して OK。 そしたら次は右手を後頭部に当てます。左足ちょっと前出しておきましょう。肘と膝タッチ、肘と膝タッチ、タッチ。ちょっとこうやって頭が浮くイメージですね。肘と膝タッチの時、脇腹しっかり意識しましょう。こうやって下の足前に出しておくと体安定しますからね。肘と膝タッチ、呼吸は止めないでしっかり脇腹意識して。ふうきつい、頑張って。きつい、よし OK。 次、まあ、こんな感じで足は曲げておいて、右手は後頭部へ。でぐっと胸を開く、肘を床に向かってつける。ぐっと胸を開く、肘を床に向かってつける。呼吸を止めないようにしましょう。大きく動かしましょう。しっかり丸めて、しっかり胸を開く。スピード重視じゃないですよ。普段動かさない範囲まで動かすってことが大切です。呼吸を止めないで、頑張って。よっしゃ、OK。そしたらちょっと、この下の左足、前に出しておきましょう。右股関節、大きく外回しです。大きく回すことで、お腹、脇腹、効いてきます。これもゴリゴリなる方、痛みがある方は、ゆっくり小さく回しましょう。ゴリゴリなってもね、痛みない方は、大きく回していきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。なるべく大きく回す。途中サボってもいいですよ。再生速度調整してもいいです。やりやすいペースでやりましょう。 OK。 そしたら左足こんな感じで前に出したまま、右手と右足伸ばしてから肘と膝タッチ、右手と右足伸ばしてから肘と膝タッチ。ちゃんとタッチするときは脇腹を使う。で手と足伸ばすとき、この脇の下、脇腹が伸びます。スピード早くやるよりも、普段動かさない範囲までしっかり動かすことが大切です。高く上げて、しっかり肘と膝タッチ。脇腹意識して、大きくですよ。高く手を上げて、しっかりタッチ。ラスト1回いきましょう。手と足伸ばしてタッチ、 OK。 そしたら次、横向きのままドローンいきましょう。鼻から息吸って、限界までお腹膨らませて、ゆっくり口から吐いて、吐いて吐いて吐いて、しっかり吐いて、よし、もう一回吸って、ゆっくり吐いて、吐いて吐いて吐いて、
吐いて、ふぅー。よし、OK。じゃあ次は、左足こうやって前に出しておいて、大きく股関節内回ししていきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。ごめんなさい、ちょっと当たっちゃいました。失礼しました。ゆっくり大きく回す。ゴリゴリなっても痛みがなければ大きく回しておけ。痛みあったら痛みない範囲で回しましょう。ちょっとね、僕ん家が狭いんで、すいません、足が当たっちゃったんですけど、皆さんも結構ありますかね。ご自宅だと周り当たっちゃいますかね。もし、壁とかに当たってやりづらいよってあったらコメントで教えてくださいね。なんとか皆さんがやりやすい方法を考えます。OK。そしたら次、足はこんな感じで曲げておいて、右手上げて、内外にしっかりねじる。二の腕汗です。で、余裕がある人はね、この指先を誰かに上から引っ張られてるイメージで、ねじると、さらに効いてきます。ふぅ、呼吸を止めないようにしましょう。しっかりねじる。ふぅ、皆さんどうですか？ズボラストレッチ習慣化できてますか？基本的にね、概要欄のズボラストレッチの教科書とかで、こう習慣にしましょうねって書いてるんですけど、こう習慣化できてるかどうか、毎日やってるよとかコメントで教えてもらえると助かります。OK。ふぅ、そしたら、左足前に出して、この右足、真上に上げる。ふぅ、高く上げる。このお尻の横も使いますが、脇腹にも効いてきます。ふぅ、しっかり高く上げる。ふぅ、余裕だよって人は上半身、こんな感じで起こしておくと、脇腹、かなりきつくなります。呼吸を止めないで、最後の10秒サボったりしても大丈夫です。で、この次の種目から、うつ伏せになります。スマホを持って、うつ伏せに一回なりましょう。ふぅ、大丈夫ですか？準備いいですか？ふぅ、じゃあ、うつ伏せになりますよ。ラスト1回、上げましょう。OK。じゃあ、うつ伏せになりましょう。スマホはこんな感じ。顔の前に置いときましょう。じゃあ、うつ伏せになったら、耳の横に手をついて、ぐっと上半身反らせます。腹筋のストレッチです。いわゆるシックスパックって言われるね。腹筋の部分、ストレッチかけてます。皆さん大丈夫ですか？ついてきてますか？で、これこんなに腰反らせると痛いよって方は、こうやって肘ついちゃってもいいです。肘ついて、ちょっと顎を上げるぐらい。これでも腹筋伸びると思います。結論、腹筋が伸びればそれで OK です。よし、OK。じゃあ次、皆さん大好きなプランクいきます。膝つきでいきましょう、膝つきで。肘は肩の真下あたりについて、膝ついたままお腹浮かせる。ちょっと腰を丸めましょう。お腹効いてますか？つま先は立てておいた方がいいと思います。腹筋意識して腰丸めましょう。膝が痛いよって方はもちろんこうやって膝上げちゃってもいいです。腰を丸めて腹筋使うことが目的です。頑張って。肩が痛いよって方はちゃんと肩の真下に肘つきましょう。そうすると肩の負担だいぶ減ります。頑張って頑張って。腰丸めて腹筋意識して、腰痛かったら絶対無理しないで。 OK。 できました。大丈夫ですか？よし、じゃあこれで次、お腹の前面伸ばします。左足を右こっちに持ってきます。ここ伸びてれば OK です。左のお腹の前面、つま先をね、なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすとより伸びてきます。こうやってね、肘は両方とも床につけたまま、つま先は遠くに向かってぐっと伸ばす。左のお腹の前面、ここ伸びてれば OK。 呼吸止めないようにして、肩腰痛い方絶対無理しないでください。痛みない範囲で行いましょう。痛いの我慢してね、無理して伸ばしても絶対いいことないので、痛い方は無理しないで。OK。そしたら次、右足を左こっちに持ってきます。右のお腹の前面、ストレッチで伸ばしてます。伸びてますか？途中で一回動画止めて水分補給したりしてもいいですからね。熱中症になっちゃいましたって言ったら、ね、もう元も子もないというか。つま先なるべく遠くに向かって伸ばす。肩腰痛い方絶対無理しないで。上半身がね、こうやって浮いちゃうと伸びないので、肘をね、両肘を床につけておくイメージが良いんじゃないかなと思います。この次もお楽しみ、皆さんの大好きな種目です。 OK。 じゃあ大好き、みんな大好きスーパーマンいきましょう。手と足伸ばして同時に上げる。ふう、上げる。しっかり背筋、お尻使って、ふう、手と足上げる。ふう、腰痛い人絶対無理しないで。ふう、頑張れる人は
しっかり上げて、ふう、早くやるよりもしっかり体反らせる、腰と背中意識して、ふう、お尻も使いますよ、頑張って、ふう、腰痛い人絶対無理しないでくださいね、ふう、痛くない範囲でやりましょう、ふう、スーパーマン、きつい、頑張って、ふう、ラスト一回頑張れ、よっしゃ、オッケー、次は休憩ストレッチでいきたいんですが、スーパーマンの応用編いきますよ。右手と左足上げる、左手と右足上げる、ふう、クロススーパーマン、ふう、頑張って、ふう、運動不足の人はねこれが結構難しかったりします。頑張って頑張って、ふう、しっかりクロス、背中お尻使って、ふう、頑張って、きつい、ふう、クロスして最後まで頑張って、ふう、きつい、ふう、ちゃんとクロスして、大丈夫ですか、ついてこれてますか、あと少し、よっしゃ、 OK、 そしたらお腹のスレッチします。耳の横にこうやって手をついて、しっかり上半身反らせます。肘を伸ばしきる、腹筋伸びる感覚皆さんありますか。呼吸止めないで、で腰痛い方絶対無理しないで、肘ちゃんと床についてちょっと顎を上げる、これでも腹筋伸びます。皆さんがね無理ない範囲でやっていきましょう。しっかり腹筋が伸びる位置でキープです。呼吸はね止めないようにしましょう。で最後にちょっと四つん這いで、あの背骨周りね動かす、整える種目を入れます。呼吸は止めないようにしましょう。よし、 OK、 OK、 そしたら最後四つん這いになります。こんな感じです。手と膝はこの肩の真下、股関節の真下につきましょう。こんな感じで四つん這いにしたら、しっかり腰を丸めてゆっくり反らせる、しっかり丸める、この時腹筋使うイメージ、逆に反らせる、スピードは重要じゃないです、ゆっくり普段動かさない範囲で背骨を動かしましょう。この腰肉、浮き輪肉落ちない方はね、この背骨周り硬い可能性すごい高いです。これもね肩腰痛い方無理しないでください。でこれを今回はどっちかというと腰肉重点的にやったので、腹筋とかねお腹の前面下っ腹集中的にやる動画は概要欄に貼っておきます。他の足痩せ二の腕痩せも概要欄貼っておくので、頑張れる方このまま続けてやってみましょう。インスタツイッターも毎日更新しているのでぜひフォローお願いします。よし、 OK、 お疲れ様でした、よく頑張りました。皆さん自分に拍手しましょう。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。